はいどうもこんにちは、フィギュア大好きといかんです。はい、今回はですね、皆さんお待ちかねのウッディタイムでございます。はい、今宵はウッディちゃんの時間でございます。そうです、告知です。アダルトフィギュアレビューの告知でございます。この企画はね、まあちょこちょことやっているんですけれども、なんでいちいちね告知なんかしているんだと、まあそう思いの方もいらっしゃると思います。これはですね、裏チャンネルの、僕の裏チャンネルのトイカンオルタにて配信するからなんですけれども、残念ながらですね、裏チャンネルの方はまあこちらのメインチャンネルほどですね、動画の更新もしていないので、まあたまにアップしてもですね、結構気づかない方が多いので、なのでこちらから告知させていただいていると、まあそういうわけでございます。で、今回もアダルトです。当然ね、アダルトフィギュアでございます。で、何のフィギュアかと言いますと、このね、クマです。このくるくる回っているクマちゃん、この可愛いクマの上にまたがる少女、またがる JK、またがる女子高生のフィギュアでございます。で、その名もまたがり、クマの上にまたがるからまたがり。ただ残念ながらね、こちらでそのまたがりちゃんを映すわけにはいかないので、今回もこのウッディさんに代行して出ていただいております。結構このウッディさんもですね、今回はノリノリで引き受けていただいております。でですね、そのまたがるというのがね、なんだと、まあそう思いの方もいらっしゃるかと思いますが、まあそうですよね、またがっているだけでなぜアダルトなんだと。実はですね、その JK またがりちゃんはパンツまで脱いで、で大事なところをクマちゃんのお口に当てちゃっていると、まあ、くっつけちゃっているわけなんですね。まあそんな感じのフィギュアでございます。このね、クマちゃんのこの笑顔ですよ。この笑顔がまあ全てを物語っていると、そういうことでございます。まあこのクマがですね、結構いい味を出しているんですよね。で、真面目な話ですね、フィギュア自体も素晴らしいです。それがこのまたがりちゃん、すいません、これはもう完全にペロリンチョしているので、まあ、今回もですね、青い布をかぶせています。で、このまたがりの元イラストを描かれているのがイラストレーターの石圭さん。ご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、有名な石圭塗りという塗り方をされている方で、独特の質感、まあ、深みのある彩色をされる方で、でその彩色がフィギュアにも採用されていると、まあそんなね、塗装も生々しいフィギュアになってます。なんかね、肌の色ツヤが素晴らしいんですよ。この塗装がまさにアダルトフィギュアにハマっていると、まあそんな感じなんですよね。で、これはこのフィギュアを作っているロケットボーイさん独自の技術なのかな、どうなんだろう。まあとにかくですね、そこら辺もじっくりとご覧いただければと思います。で、そちらのアダルトフィギュアのレビュー動画をですね、明日の夜9時から21時から今回もプレミア配信をいたします。どうもありがとうございます。ちなみにプレミア配信というのはですね、最初に流れた時間帯がライブ放送みたいになるやつです。で、一度配信が終わった後は普通にね、アーカイブとして残りますので、まあその時間帯にたとえ見れなくても後からね、ゆっくりじっくりと見れますので、そこはご安心ください。ただですね、これは僕の考えなんですけれども、アダルトフィギュアはですね、こっそり見るのも楽しいんですけれども、ネットで見るなら逆にみんなで見る方が楽しいと思うんですよ。まあ僕はね、楽しいですね。なので今回もプレミア配信をさせていただきたいと思います。時間はですね、まあ動画自体が15分くらいなので、まあそんなに長くはないので、まあちょっとね、お時間を作っていただいてですね、ご覧になっていただけると嬉しいです。ただし申し訳ございません、今回もアダルトフィギュアでございますので、18禁指定とさせていただきました。まあというかね、僕がそうしなくても YouTube にどっちにしろね、18禁指定にさせられてしまうんですけれども、なので申し訳ないです。18歳未満の方は18歳を過ぎてからご覧になってくださいませ。動画はね、ずーっと残しておきますので申し訳ございません。そして紳士淑女の皆様方はぜひですね、じっくりとご覧いただければと思います。今回はですね、結構面白いです。このクマちゃんがね、結構やらかしてくれますから。もちろんね、エロいです。当然B のチークさんもご覧いただきますし、たわわなおっぱいのね、 B のチークさんも拝めますので、ぜひですね、ご視聴いただければと思います。
で、すでにトイカンオルタの方にもプレミア配信のリマインダーがかけられる状態になっていると思います。ぜひですね、チャンネル登録されている変態さんはリマインダーをしっかりかけていただいて、で、まだですね、チャンネル登録をされていない方は、ぜひですね、この機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。結構たまにですね、展示品のアダルトフィギュアとか、まあ、エロいフィギュアとかも配信するんですけれども、そういったフィギュアの動画は、まあ、今回のように告知はしていないので、で、そうなると多分ね、気づかないと思いますので、なので、アダルトフィギュア以外にもエロいフィギュアが好きな方は、ぜひですね、裏チャンネルのトイカンオルタの方もチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ちなみにトイカンオルタはですね、ほぼボランティアと言いますか、広告収入がほぼゼロでやっていますから、完全趣味のチャンネルでございます。本当にね、ただただ好きでやっていますので、なのでぜひともですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは明日午後9時にまたがりちゃんとお会いしましょう。